吉高です。今日の動画なんですけれども、ゲストに来ていただいております。自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、小林チャンネルというチャンネルで、YouTube やっております、小林と申します。普段はですね、フィートという、セレクトショップでバイヤー兼ショップマネージャーをやっております。小林チャンネルさんと、まあ、コラボ動画っていう感じなんですけど、小林チャンネルさんの方でもうすでに1本動画を撮ってます。で、その動画では、僕の愛用品を紹介しているんですけれども、めちゃくちゃ面白いですめちゃくちゃ面白く撮れてるので、まず小林チャンネルさんの動画を見てください、はい、見てくださいね。見てからこっち戻ってきてください、うん、僕の再生数どうでもいいんでこれね、あの、僕の動画の再生数より小林チャンネルさんの再生数低かった場合、ちょっとね、あの、はい、説教します。いや、ちょっと、はい、ちょっとすいません、調子乗りました。はい、いやいや、すいません、出だしから、はい、でも本当に最初にあの紹介していただいたんですけれども、やっぱこうファッション以外のというか、はい、そういった内容も盛りだくさんだ。そうですね、はい、マジでいい動画になってるんで、はい、というわけで、はい、でこちらの動画では、まあ、同じように、小林さん の, あの愛用品を紹介してもらおうかなというふうに思っておりますというところで、今日は何を紹介していただくのかというところで、小林さんの愛用品は何でしょうか。はい、僕の愛用品は、レショップ別注のこちらのイレーブのコートでございます。イレーブでございます。僕イレーブっていうブランドを初めて聞いたんですけど、はい、うんうん、どんなブランドなんですか。イレーブ自体は、18年かな、ちょっと年数間違えたら申し訳ないんですけれども、はい、そのぐらいにあのできたブランドなので、あの年数はちょっと短いブランドになってます、うん、若いですね。でデザイナーさんも女性で、あ、そうなんですか。はい、コレクションもレディースが最初メインでやっていたブランドになるので、まあ、あまりこうメンズは知られていないブランド、うん、なるほど、はい、で僕がこう買ったのも2年ぐらい前なので、はい、もう本当に出来たてですよね、うん、で、コンセプトとしてはちょっとこう余白のあるデザインをコンセプトになっていて、その着る人の個性に合わせてこう寄り添うような洋服展開となっているみたいです。なるほど、さすがバイヤーさすがバイヤーでした今の。そうですね、ちょっとこういうのは余白のブランドですというところで、はい、で2年前ぐらいに買われたっていうことなんですね。はい、どこで買われたんですか。まあ、レショップ別注ってことは。そうです、レショップ別注なのでレショップで購入しました、うん、ちなみにこれを買った理由というか、どの辺が好きでこう買い取られたのかなっていうのを聞いてみます。はい、まずはですね、僕はもうグレンチェックっていうのにすごいずっとこう憧れを持っていまして、まあ、グレンチェックっていうと、あのウィンザー公っていう英国の、まあ、お偉いさんの方が、はい、20世紀、まあ、最大のこうファッションリーダーって言われる人なんですけれども、まあ、その方のこうその方が好きだった、まあ、チェック柄を、まあ、知って、そこから、まあ、ウィン、チェック柄、このグレンチェック柄のコートとかジャケットは欲しいなと思っておりました。ただ意外とないんですよね、グレンチェックのコート。グレンチェックのコートとか、はいはい、あとはあったとしてもやっぱりこうかっちりすぎてしまう、はいはい、確かに、はい、なのでかなりこう探していたんですけれども、うん、なくて、で忘れた頃に、うん、まあ、レショップは結構頻繁に行っていたんですけれども、はい、忘れた頃にこういうコートが発売するよっていうので、うん、教えていただいて、これはもう僕が探していた、はい、ドンピシャの、グレンチェックのコートっていうので購入はさせていただきました。そうですね、なんかグレンチェックですけどこう柔らかい雰囲気をまとってるというか、あと襟のこの感じとかってもともとこんな感じでカーブしてたんですか。はい、あ、これは僕の変な癖がついてください違うかった違うかった、なんかパターンとかでこうしてんのかなと思ったんですけど違いました。ただあれなんですよ、今こうやって倒しているんですけど、はいはい、ボタンがついているのでこういう風にできるんですよね。
なのでここのこうピタッて風に僕も結構上まで止めちゃってるのでピタッてなってないっていうのは使い方としてこうなっちゃってるのかなというふうに思います。はい、思い出のあるコートと、じゃあちょっと、まあ、そのファッションに対する、はい、まあ、こだわりみたいなところを聞いていきたいなと思うんですけど、はいはい、こんな感じでこう柔らかい感じのコートを選ばれてると思うんですけど、うん、はい、普段どういうところに こだわってるとかって教えてもらっていいですか。はい、僕はですね、まあ、カラーというか色のまとまり方みたいのは、意識しております。はい、まあ、普段から黒を好むので黒をこう主体に、白とかグレーとかで色をまとめるコーディネートが多いです。でそこでこうスパイス的な意味で色を刺すと、はい、なんでしょうね、アクセントになって好きなので、まあ、本当こう基本のベーシックの色味っていうのを大切にしてそこでこういかに崩すかみたいなところは。なるほど、はい、今日がもうそれですもんね。そうですね、そうかもしれないです。小物で崩す、はい、水つけたりとか。そうですね、フレームもオレンジだったりするのでちょっとオレンジで色をこう出しているというかはありますね。あとはシルエットです。僕はこう肩がすごく狭いので一番こう綺麗に見えるこうシルエットって A ラインだと思ってるんですね。なのでこう A ラインがこう忠実に再現できるようにまあワイドパンツを好んで履いたりとか肩がこう落ちるようなディテールの洋服を着たりとか、まあコートであればもうここの裾の幅が広いものを選んだりとか、まあ、そういうシルエットも選んでおります。まあ、ただ色とかシルエットもこだわっているんですけど、なんだかんだで着てて心地いいか、間違いないです。はい、ですね。僕は脇がこう締まってるというか、はい、アームホールが狭い洋服は嫌いなので、そういうのは着ないですし、いやこれは僕も100% 同意です、はい、楽な服装が好きなんで、うんうん、僕も、うん、まあ、こんな感じで、まあ、小林さんはまあ、普段、まあ、セレクトショップのバイヤーをやられていて、はい、ファッションのコーディネートの紹介とかも結構されてるじゃないですか。あ、はいはいはい。まあ、僕 の, チャンネルってコーディネートの紹介あんまりしないので、もし僕のチャンネルの視聴者さんが、はい、コーディネートに悩んでる人がいたらぜひぜひ。そうですね、コーディネートは、うん、まあ、好きでもありますかね、物、うん、の、生地がどうたらっていうのもすごい好きなんですけど、うん、これとこれを組み合わせたら、あ、こんなことになるんだみたいなのも好きなので、やばい、どんどん声量がちっちゃくなってしまう。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、はい、ちょっと僕もそれに合わせてるんで、さすが、すごい、隣で並走してます。イレーブですね、はい、イレーブです、イレーブですね。はい、はい、じゃあちょっと最後にお聞きしたいのが、はい、まあ、普段行ってるショップとか、はいはい、お聞きしたいなと思っていて、あ、まあ、なんか参考になると思うので、はい、ちょっと教えてもらってもいいですか。かしこまりました。よく行っているのはもうそれこそこの別注先の、レショップですね。レショップは本当に、まあ、今僕バイヤーをやらせていただいておりまして、うん、まあ、なかなかこう稀に見るほとんどが、うん、セレクトしているっていう、まあ、元祖なお店だと思うんですね。でいろんなところからアメリカ行ってはフランス行ったりはっていう、本当にこうなんでしょうね、ストイックにセレクトされてるなっていうのを見ていて、お気に入りの場所となっております。ありがとうございます。はい、僕も一応おすすめのショップというか、はいはい、行ってるショップをちょっと話したいんですけど、はい、フィードです。来てください。ありがとうございます。今フィードで、そうですね、紹介させていただいて、はい、ありがとうございます。ドメスティックブランドがメインなんですかね。はい、僕は一度ここに来たことがあって、結構久しぶりに来たんですけど、まあ、当時はアサヒのスニーカーが置いてあって、でそこから僕はフィードを知ったんですけれども、うん、まあ、セレクトが結構僕好みというか、こう気取らない感じ の,
雰囲気が、お店の雰囲気も好きですし、落ち着く雰囲気なので、あのぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。という感じで綺麗に締まりましたかね。はい、はい、僕のコラボ動画については、あの小林、さんの方の動画でもアップされてます。冒頭言いましたけど、あのこれ聞いてから見に行ってる人ダメですよ、はい、最初に見に行ってください、はい、全然全然、これもうみんなこブーってみんな下が調子乗るなみたいなコメント全部削除します、はい、一個一個削除するわけですね、はい、というわけで、はい、今日もですね動画の方をご覧いただきましてありがとうございました。はい、もし今日の動画少しでも良かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価お願いしますっていうところと、小林、チャンネルさんの、チャンネルも登録してもらえると嬉しいなと思っております。ありがとうございます、はい、というわけで、本日も最後まで噛んでもたな、最後ここまでスムーズにいて最後にペラ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 って噛んじゃうみたいな、ペラペラって噛んじゃうっていうところ でもこれもカットしないんですもんね。カットはしません、はい、これが僕らしたというところで、すごいです、はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう、はい、バイバイ。